最今回ですね、ドッキリではないんですけど、ちょっと336にちょっとあることをやってもらおうっていう企画です。なんか僕最近ちょっととあるものにハマってて、この釣りをしながら、まあそのとあるものの魅力を語って、それに336が乗っかってくれるかどうかっていう実験ですね。見た目がちょっとインパクトがある魚を一緒に釣りに行こうっていう体で誘ってます。行ってみましょう。はい、さあ、はい、ちょっと今回僕の持ち込み企画ではないですけど、はい、見た目がインパクトあって、できれば足もいい魚。ああ、なるほど。そうそう、任せてくださいよ。もう本当にもう釣りの知識ゼロだから、はい、もうぶん投げです。ここからは任せてくれ。釣りしましょうか。はい、じゃあ釣りしましょう、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。はい、はい、じゃあ336が巻き絵巻く珍しいシーンですね。これはお魚さんもまっしぐらでしょ。まっしぐらですよ。お魚も喜びですよ。うお、まっしぐらでしょこれも。餌はね、全人類が大好きなオキアミです。全人類が魚狙わないんだ今日。人類狙うんだ。人類が大好きなオキアミですね。なるほど。見えるかな。今結構群れがあの辺にいるんですよ。見えるかな。見えるかな。見えるかな。見えてたらいいけど。俺の仕掛け完全。今俺めっちゃちょっとハマってるのがあって。何すか。うん、ちょっとそれをおすすめしたいなと思って、この釣りの待ち時間中にね。なんか壺とか水とか売れないですよね。大丈夫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 。売れないです。うん、今さ、はい、ちょっとある物語にちょっとハマってて。物語ですか。そう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 。恋愛物語みたいな感じですか。あ、ちょっと恋愛系もあるね。マジですか。恋愛系もあるし、もう三角関係だわけさ。最高じゃないですか、うん、もう世界を股にかけた三角関係なんですよ。世界を股にかけた三角、うん、クレオパトラっすか。うんうん、もうそんな感じ。メギドラルとハルマニアとバイガルドっていうこの、まあ、勢力があって、もうそこの三角関係なんだけど、はい、うん、まあちょっとね、うん、ウィキペディアで調べようかなと思いましたよ。何、うん、すかそれ。なんか悪魔の世界となんか天使の世界とかじゃないですか。うんうん、住民票があるとか、ある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 住民票的なのがある。あるのかい。あの住民票なくなったやつが、はい、悪魔が人間界に行くっていう話なの。何、そう、意味そう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 マジっすか。うん、ちょっとじゃあちょっと軽くストーリー紹介して。軽くストーリー。主人公が人間で、はい、なんかパーってこう村焼かれるんですよ最初に。まあ、なんだかんだあって、はい、なんか悪魔5名ぐらいと契約するんですよ。なんでなんで。それはもうちょっともう気になるでしょ。なんでってなるでしょ。なんでなんでってなるでしょ。もうその興味を胸にしまっといてください。じゃあ釣りしましょうか。釣り続きしましょうか。あれだね、ちょっとこの物語、はい、ギャップ萌えっていうのがあるね。ギャップ萌え。うん、サンサル君ギャップがある女の子とか好きさ。あ、大好きですね。ギャップある女の子もいます。可愛い女の子が。ツンデレとかも大好きです、ね、あ、いいね、うん、いるいる、はい、ツンデレいるんですか。うん、ツンデレもいるし、はい、デレデレもいるし、ヤンデレもいるね。ヤンデレもいるんですね。うん、ちょっと俺刺激強いですね。うん、ツンデレは、はい、味方を守るキャラだからさ。はいはいはい。で、ちょっと髪型なんて言えばいいかな、ちょっとパーマかかったボブみたいな。パーマかかったボブ、おー、いいじゃないですか。うん、まあ、ぶっちゃけドレッドなんだけどね。ドレッドの男なんだけどね。男、うん、男なんですよ、ね。うん、男だけどツンデレだわけよ。男でツンデレですか。うん、それこれ燃えないですよ。うん、燃え要素ゼロじゃないですか。うん、あの女の子もちゃんといますから。で、ちょっとインパクトのある魚、はい、でギャップのある魚っていうのがちょっとテーマなんですけど、あ、はいはいはい、この話につなげてる釣りなんですよ。ああ、はい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 。それで珍しい魚だと思う。そうだね。さっきの俺がハマってるって話、はい、まあ、ぶっちゃけ言うとスマホのゲームなんだよね。スマホのゲーム。そう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 。いいじゃないですか。どう、今興味ある？あ、全然ある全然ある。暇なんで。休み暇なんで全然興味ある。あ、一応本当に、はい、腰据えてやるみたいなゲームだから、なんか お手軽にもできるんだけど、うん、どっちかっていうとなんかきっちり考えてやるゲームで、はいはい、あとストーリーも細かいわけ。ああ、じゃあいいっすね。俺映画とかそういう、あ、じゃあ好きかも、はい、あの物語系好きだったら好きかも。物語系大好きっすよ。ああ、なかなか釣れないっすね。なんかめっちゃ天気いいんで。押しやばい押しやばい押しやばい。あ、やばい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 。釣れる？釣れた？これ多分モンガラだろこれ。モン、あ、本当だ。てかごめん、ヒット、ごめん、めっちゃ外映してた。おお、すごい。おお、いいね。30ぐらいある。なんか下いるね。いるな。
った。あ、本当だ。何これ？何かな？ドラケじゃないこれ。お、待って待って待って、ちょっと。おお。ドラちゃん、ドラちゃん、下に潜らんで、ドラちゃん。おっ、たま、たま、たま、はい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 。ドラちゃん、ドラちゃん。ドラちゃん。すごい。え、本当にドラケだやん。ドラちゃん、よろしくお願いします。口見てほしいです。うん。キバガンのカメス。口。あ、本当だ。キバ、おお。これドラキラって言われてるんです、こいつ。反応あるな。反応ある？ちょっと沈んでるな。魚え、ん？魚い見えんけどね。沈んだ。来てる。来てる。なんか。なに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 。え？待って待って。入る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 。テトラに入る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 。ダメマン。テトラダメマン。テトラダメマン。だだだだだ。ああ、いや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 。大丈夫大丈夫大丈夫。あ、またまただ。まただ。またまたキラ？またキラまたキラまたキラま。とりあえず教会に持ってって十字架の前に立たそうかなして。先生先生かっこいい。はい、ではですね、はい、チョーク発表ですね。イエーイ。ドラキュラとドラキュラ。ドラキュラに2匹まだ元気だね。で、実は言うと、はい、今回俺が誘ったこの魚釣り企画なんですけど、はいはいはい、嘘です。なんすか、なんですか。嘘です。まあ、さっきちょっと言った、はい、名義度70度、僕がちょっとハマってるんで魅力を伝えたいなと思って、はいはいはい、うまく魚にかけれないかなと思ってちょっとこのインパクトがあったかな。ああ、確かに、まあ、ドラキュラとか、そうちょっと、モンガラとか、モンガラの模様がね、見た目ちょっと、うんってなるけど、はいはい、食べたら美味しいっていうやつ、いい魚も釣れたんで、はい、じゃあこれを食いつつ、やってみよう。おいはぎのそしたらな、おいはが、おいはがお塩、おいはがお塩。うわー、気持ちいい。辛みにするんで、もうぶつ切りで、片栗粉ですね、カラッといくよ。奮発しましたよ。奮発した。奮発して死ぬんだけど。いいっすね、ドラキュラの唐揚げ。こいつは刺身でいきましょう。おー、刺身多いじゃないですか。かっぺーな、やっぱりこいつは。よっしゃ、じゃ完成しました。はい、モンガラの刺身ですね。うん、脂がすごい。脂すごそう、美味しそう。で、こいつはドラキュラ。ドラキュラですね。の唐揚げですね。食べちゃっていいっすか。え、ちょっとドラキュラ悪魔っすからね。僕食べたことないんですよね。いただきます。超美味しい。嘘、美味しいね、めっちゃ美味しいよね、うん、鶏皮食感があるよね。そうそう、鶏皮、鶏皮を揚げたような味に似てる。うん、モンガラいいぞ、絶対。少々醤油つけつけの、いただきます。あ、美味しい。コリコリしてる。コリコリしてる。うん、最高だな。美味しいね、美味しいね。ハギ系やばいね、最高だね。ちょっと食べながらなんですけど、うん、さっきの話なんすか、それは。ああ、メギド72の話、はい、じゃあもうプレイしようか。はい、じゃあこれがね、さっき言ったのメギド72ね。はいはい。これ、うん、これなんでこのタイトル画面の2人が号泣してるか、はい、未だに分からないですよ、これも、うんうん、ただ、うん、音がそそるね、うん、そうね、これ号泣じゃないバージョンもあるわけさ、ほらこういう感じで。かっこいい。だけど俺は号泣バージョンの方が好き、うん、確かにこれやりたくなるわ。そう、うん、なんで泣いてるのってなるよね。もうそっからだよね。じゃあやっていきましょうか。はい、いきますか。今あの悪魔、人間の姿なんだけど、うん、この本来は悪魔のやつらを仲間にして戦っていくっていうゲームなんですよ、はい、もういい、もういきなり見る。え、見たい見たい見たい。いきなりあの本物の姿見る。はあ、見たい、あ、見たい見たい。あ、この美人な人の、うん、これ僕の一押しのキャラですね、シトリーさんですね。こいつのこの後ろの姿がいかつ。こんないかついの。そう、あ、今のカリクションみたいな。 あいつはヤンデレ、ヤンデレキャラですね。ヤンデレキャラ、マジでヤンデレキャラっていうか、なんか結婚したがるキャラですね。そういう人がね、俺たちの周りにいればよかったですけどね。まあ、こう可愛いじゃないですか。私は存在するだけで、こんな感じ。なんでなんで、え、うん、あ、かわいい、かわいい。どういうゲームか、じゃあ少しやってみましょうか。はい、やってみましょう。メインチェイサーで、真ん中にこの丸とか、はい、四角とか月型の、はい、こう出てるじゃない。はい、ありますね。これフォトンって言って、はい、あの、まあチャージ、うん、このキャラの名前の下の方になんかメモリがあるの分かりますか。あ、はい、はい、キャラによってこう2だったり4だったり5だったり、はい、3とか4とかある、はい、これは全部溜まると、まあ、必殺技が打てますよっていうもので、はい、この丸いやつを取ると、まあ、2ポイントもらえます。お、はい、必殺技までの。で、このキャラの下に1とか
6、3、5、4とか書いてあるの分かります？はい。これは行動の順番なんですよ。だから、はい、戦略性が問われるんですよ。はいはい。で、このフォトン、はい、まあ、フォトンなんですけど、これ、まあ、僕ら1個取るじゃないですか。はい。で、2番目の行動だから次、敵が取るんですよ、これが。これ今取ったの見ました？はい、今、お城が取って、その次に敵が取りましたね。そうそう、はい。だから、なんだろう、5分の条件で戦って、だから読み合いなんですよ。なるほど。そう。で、あのキャラによってやっぱりこの攻撃が得意なキャラ、守りが得意なキャラ、うん、回復が得意なキャラってあるんで、うん、この役割をちゃんと決めて戦わないと、うん、もうどんなに強いあの味方がいても負けちゃうっていう要素が難しくなるってことですね。で、逆にまあそこそこでもそのこう、そうです、もうあの特徴をちゃんとキャラの特徴をうまく使いこなせれば勝てるぞ。勝てるっていう感じですね。今ほらもうすぐ大ダメージ。もう一。俺の後ろに。この今攻撃はどうする、はい、ガフっていうけど、まあカバー、まあ、みんなの盾になる行動をするんですよ。今ちょっと相手の攻撃を見たら分かると思うんですけど、これ毒になっちゃいましたね。うん、こういう感じで、まあ、状態異常とかもあります。うん、すごいあります。これが相手になってね。おお、かっちょええ。おお、すげえ。おー、いいですね。こういう感じで、ね、結構敵もね、ダメージ結構強いですね。そう。おー、本当の姿、本当の姿、マルバスちゃんの。さあ、燃えーハート。これも猫ちゃんですね。あー、超かわいい。おお。で、ヘリカジョッコーン。うわ、めっちゃ暗いっていう感じで死に食らってる。そう、やば、めちゃくちゃ食らいますよ。はい、っていうことで楽しい、うんうん、どうですか？あ、全然やりたい、やりたい、超やりたい、超やりたいです。はい、むしろ刺さらずにずっと触りたかったの。そうなの。はい、じゃあ今回、はい、まあ、僕がちょっとハマってる、はい、エキド72、正直、はい、これ理解するまでちょっと難しいんですよ、システム。あ、奥が深いって。奥が深くて、はい、これがもう、なんだろう、自分なりの戦略とかが、はい、ガチってハマった時に超楽しいです。はい、あ、いいですね。マジで。で、はい、ストーリーも深みがあって、2章まではやってほしい。ある2章までやったら、はいはい、多分世界観めっちゃ引き込まれる。詳しいことはね、あの、はい、概要欄に書いておりますので、こちらですね、はい、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。